どうも。今回電動工具メーカーのミルウォーキーさんからこんな支援物資が届きました。これがですね、 M18 フューエル充電式レシプロ装と、こちらも M18 の新型バッテリーです。いやー、すごいのが来ました。これ早速ですが、中見てみたいと思います。中身はこんな感じになってました。これがレシプロ装本体です。おなじみのミルウォーキーレッド、かっこいいですね。これにブレードもついてきました。専用のブレードですね。メイドイン USA で、こっちが新型のバッテリー、 M18 の6アンペアバッテリーです。めちゃくちゃコンパクト。こういったケースもついてきまして、中にはふわふわも貼ってあるし、すごいしっかりした作りのケース、これもついてきました。これ本体で、これがさっきの刃ですね、メイドイン USA のやつ。これちょっと取り付けてみますか。ここにリングがありまして、こう上下できるようになってるんですけど、これを上に上げて、であとはこうスポット入れて離せば、これでもう装着完了です。工具なしで、こう簡単に装着できるようになってます。このレシプロ装、アメリカではソーザルっていう名前で親しまれてるそうです。電動工具好きならレシプロ装ご存知の方多いと思うんですが、要はノコギリのギコギコを電動でやってくれるっていう、そういった道具ですね。切る対象物にこう押し当てて切るっていう、そういう使い方するんですが、その時にこのガイドっていうのを使うわけなんですけれど、ここもですね、こう押して簡単にこの部分が前後するようになってます。切るものへの当て具合もここで簡単に調節できるようになってます。Amazon とかで手に入れた安いレシプロ装とかも持ってるんですけど、やっぱ全然作りが違いますね。めちゃくちゃしっかりしてます。新型バッテリーの方も滑り止め加工とかすごいしっかり施されてます。スカスカ感は全くなくて、コンパクトなんだけどぎっしり詰まってるっていう、そういった印象を持ちます。個人的にはこっちめちゃくちゃ気になってました。これは楽しみ。ではですね、ちょっと動かしてみますか。これをガチャッと、こんな感じです。で、ここにトリガーがあるので、ここを引くと、やば、早いな。ここにはですね、こういったところに引っ掛けることができるフックがついてます。これ使うことで、こうですね、こんな感じで、物に引っ掛けておけると。現場とかでもこれありがたいですよね。ここをしまえると。ここが安全装置ですね。今このように安全装置オフになってるんですけど、こっち側にこう押すと、こう握れなくなってますね。で、ここでまた解除して、こうと。で、さっきもちょっとやったんですが、ちょっとバッテリー外して、このブレード交換するときはさっきのこれですね、このリングを回して、こういうことですね。これが消耗してきたら、また新しいやつをこうして、交換できると。で、またこのバッテリーを、こうカチャッとやって、はい、こう作業できるっていう、こんな感じになってますね。これめちゃくちゃシンプルですね。このスイッチ周りに関しては、この安全装置とトリガー、これしかついてないです。スピード調整のダイヤルとかもなくて、トリガーを握って切るのに特化させたすごいシンプルなレシプロ装です。このチャンネルではおなじみのミルウォーキーさんなんですけど、アメリカの老舗の電動工具メーカーで、創業が1924年らしいんですよ。で、今年2023年なんで、来年2024年に創業100周年を迎えると。で、このレシプロ装、本国ではソーザルって呼ばれているもの、これの初代が出たのが1951年らしいんですけど、今から70年以上も前になるんですけど、世界で初めてこういったレシプロ装っていうものを出したのが、何を隠そう、このミルウォーキーさんらしいです。で、最新のレシプロ装が今ここにあるっていうことで、これはもう期待せざるを得ないですね。これはめちゃくちゃ楽しみです。ちょっとこれでいろいろ切断実験してみたいと思うんですが、ちょっとその前に、これ個人的に一番気になってるのがこの新型バッテリー、 4G バッテリーっていうものらしいです。容量は6アンペアと、英語だとストックドバッテリーセルズって呼ばれてるらしいんですが、要は日本語で言うと積層型バッテリーセルですね。こちら、これが旧型というか、ノーマルタイプの M18 バッテリーなんですけど、このノーマルの方はですね、この中に乾電池みたいなセルがこういっぱい入ってるっていう、そういったタイプになってます。市販でよくある電動工具のバッテリーはもう主にこのセルタイプですね。
なんですけど、こっちは積層型らしくてですね、何が積層型かというと、薄いなんかバッテリーがいくつもこう積み重なってるっていう、要はスマホのバッテリーあるじゃないですか、そういったものがなんか5段こう積み重なってるっていう、まあ、そういったタイプの次世代バッテリーですね。この新型の方がですね、こっちよりも長寿命で、なおかつ過酷な現場でも安定して作動するそうです。ちなみに日本のメーカーではまだこの積層バッテリーを出してるメーカーがないのかな。なので日本でこの積層バッテリーを買えるのは多分今のところミルウォーキーさんが初めてなんじゃないかなと思います。これ他にも何がすごいのかっていうのをちょっと説明したいんですけれど、これの他にですね、もう一個このハイアウトプットバッテリーっていうものがあります。要はこれとこれの中間に当たると言いますか、これを踏まえてちょっと説明したいんですけど、これがノーマルの5アンペアアワーバッテリーで、これがハイアウトプットの12アンペアアワーバッテリーで、これが新型の 4G6 アンペアアワーバッテリーです。で、まあこれとこれの違いなんですが、これ、これがハイアウトプットっていうぐらいなんで、高出力版のバッテリーになります。このノーマルのやつの 50% を上回る電力を提供できるそうなんですよ。すごいですよね。で、これ容量12アンペアアワーっていう恐ろしい容量を誇るので、長時間作業できるんですよ。で、これだけでもすごいんですけど、さらにすごいのがここからです。この 4G6 アンペアアワーバッテリーがですね、この12アンペアアワーのハイアウトプットバッテリー、これと同じパワーと容量を誇るそうなんですよ。で、意味わからないですよね。これとこれがもう同じ、そういった感覚です。大きさもこれ見てわかるようにめちゃくちゃコンパクトですよね。しかもすごい軽いし、なのでこれ今まで高出力高容量っていうところで使ってたんですけど、こっちに置き換えられちゃうんですよ。で、ちょっとこれ余談なんですけど、この新型バッテリーに合わせて来年2024年にはこれ用の専用の高速充電器が発売されるらしいんですけど、それ使うとですね、これ15分で充電できちゃうそうです。今まではこれ1時間近く充電にかかってたのかな、それが15分で済んじゃうっていう、もうすごいテクノロジーですよね。さすがこの世界トップレベルを走り続けているこのミルウォーキーさんの、そういった技術がこのバッテリーにも惜しみなく使われてるっていうところで、今回めちゃくちゃ楽しみです。今フル充電できました。これ充電はですね、従来の充電器で普通に充電できるっぽいです、はい。まずちょっとこのノーマルバッテリーからやってみたいと思います。はい、なんか音がそもそもなんか違うんですよね。はい、確かにこれとこれとこれはなんか同じような音ですね、うん。このバッテリーを取り替えるだけで性能が変わるっていうのがもう信じられないんですけど、まあ、とりあえずはこのノーマルバッテリーからちょっと切断実験、まず木材を切断してみましょう。よいしょ。はい、今これちょっと屋根の修理してまして、屋根材をロットで頼んだ時に、パレットが下にこう敷いてあったんですけど、これもういらないんで、解体したいと思います。ちょうどよかったんでこれちょっと実験に切ってみましょう。こういくかな、こういって切ってみますか。いきます。うわ、すごいですね。ちょっともうちょっと行ってみますか。はい、こういきます。おではですね、さっき紹介したハイアウトプットの12アンペア、これで行ってみましょう。いや、やっぱ早いっすね。でですね、今回のこの新型のやつ、これいってみましょう。 GO! 早っちょっとこれ本当にすごいな。このノーマルのやつとちょっと比べてみますか。
すげえなこれ、素晴らしい。ていうかこのレシプロ層自体がめちゃくちゃ使いやすいですね。スピード切り替えないんですけど速いです。でなおかつ緩くコントロールもできるんで、これいいっすね。ここに LED もついてますね。はい、ゆっくり切ってみますか。うーわ、これこの木っていうかこのパレットですね、この太い部分もあるんですよ。この太い部分もいってみますか。ちなみにですね、このブレードがちょっと文字見にくくなっちゃってるんだけど、メタルもいけるっていうやつなんですよ。鉄も切れるっていう、まあ、そういったブレードです、まあ、こういう釘ですね、こういうのも一緒に切れちゃうんですよ。ちょっとやってみますか。やばくないですかこれ。はい、とまあ、これネジじゃなくてこの釘が打ってあったんで解体しづらかったんだけど、こういった作業にもこれ向いてますね。丸ノコとかチェーンソーよりも木くずが出ないってのもいいですね。いや、さすがレシプロ層を生み出したメーカーのレシプロ層は違いますね。ブレードもすごいですね。はい、まあ、こんな感じでパレットも解体することができました。バッテリーの残量がですね、まだ4分の4ですね。さすがさっきのハイアウトプットの12アンペアと同じ、容量出力を誇るバッテリーっていうことで、電費もかなりいいですね。ブレードもですね、もう白い塗料は絶対こういうの剥げちゃうんですけど、全然欠けたりもしてないですね。ちょっとわかるかな、こんな感じで中に入ってた釘とかはもう普通に切断してたんですよ。なのに、全然すり減ることもなく、木材も綺麗に切れました。でもって、ミルウォーキーさんからですね、今回こんなものも送ってもらいました。これがこの替えのブレードなんですけど、トーチ、カーバイドティースっていうものです。これがですね、金属を切断するのに特化したブレードらしいんですけど、最後これちょっと試してみたいと思います。ちょっとこのブレード変えます。変えるときはバッテリー抜きまして、でここはさっきと一緒ですね、ここ持ち上げてこう取ればこれ外れるんで、これがですね5枚、こう入ってたんですが、1枚これ取り出して使います。このシックメタル、厚い金属も切断できるっていう風に書いてあります。取り付けはこれを上に持ち上げてここに差し込めばもうこれで OK ですね。ほんと簡単です。でバッテリー取り付けてと。はい、っていうことでこれがですね、うちのビニールハウスの周りにあった防風ネットを支えてた、まあ、鉄骨があったんですけど、それを根元からこう切り倒したやつ、それの残骸がここに残ってて、これいずれは片付けなきゃいけないと思ってたんですけど、今回ちょうど良かったんでこれ解体してみます。このままだと軽トラに乗らないんですよね、長さ的に。なので切って軽トラに乗るように解体したいと思います。いやー、はえー、
はい、ってな感じで一瞬で片付いちゃいました。これなら余裕で軽トラ乗っちゃうんで、だいぶ片付けるの楽ですね。今バッテリーの残量なんですけど、この新型バッテリー、4分の2ですね。てかこのインジケーターもですね、なんか前のやつより見やすくなってる気がします。4分の2と。ちなみにこのブレードはこんな感じでした。この白い部分が剥げちゃってるのはしょうがないんですけど、耐久度結構高いですね。それで、まあ、こう抜くじゃないですか。抜いてこの上に向けてこうカチャッとやると上向きにも切れるんですよね、はい、最後にちょっと1本だけやってみますか。はい、これはですね、そのシチュエーションによってこう向きを変える、そういった時に使えると思うんですけど、無理やり今ちょっとやってみたんだけど、こういうふうにこう刃を取り替えてですね、こう切ることもできると。はい、やっとここでバッテリーが終わりました、はい、こんな感じですね。いつ終わるのかと思ったけど、いえ、やっと終わりました。まあブレードはですね、こんな感じです、はい、これだけ切れれば全然いいんですけど、まだまだ刃が残ってますね。やっぱこの根元の部分はですね、ギコギコやってると一番ここが当たる部分なので削れちゃうのしょうがないんですけど、まあそれでもこんな感じですね、かなり切れました。これぐらい、この解体上手い人がやればもっとブレード長持ちすると思います。こんな素人がやっても、これぐらい、残った状態で鉄のこういうゴミですね、こういったものを解体できると。いや素晴らしい。はい、ということで今回このミルウォーキーの M18 のレシプロソー、これに新型の 4G バッテリー、これをつけていろいろ切断作業をやってみました。使ってみて良かった点とここがなと思った点、こっちからまず行っていきたいと思います。これがですね、良かった点、めちゃくちゃシンプルで使いやすいです。スピードのコントロールはないんですけど、それがゆえにもう操作迷う必要がないと言いますか、トリガー握ってこう切断するだけなのでめちゃくちゃ使いやすいです。それでいてブレも少ないし、なんか振動も多分うまい具合に中でこう吸収してくれる、そういったものが入ってるんだと思います。こういった部分もですね、この振動吸収のこうエラストマーのこういう素材が使われてたりとか、握りやすいし、やっぱりレシプロソーを初めて世に出したメーカーの作るレシプロソーは本当に使いやすいなって思いました。この切る部分ですね、ここがですね、このブレードの切れ味も相まってかすごい食いつくんですよ。ぐいぐい切ってくんで切断能力も半端ないです。これ見てもらえればわかると思うんですけど、こんな量の金属あっという間に切っちゃいました。切ってる時もですね、本当に切ってて気持ちいいって感じですね。このブレードもやっぱミルウォーキーの工具ってこういった消耗品もかなり本国の方だと評価が高いらしくてですね、このブレードもめちゃくちゃ良かったです。今ちょっとここにないんですけど、最初につけてたキー切ったやつですね、あれも本当に切りやすかったですね。耐久性もあるし、こういった金属の混じったこの解体現場ですね、そういったところでもかなり本領を発揮すると思います。でこういったこれもついてるし、作業の休憩中にどっかかけておいたりとかですね、
あとは保管する時もこれ役に立つと思います。で LED もついてるので、暗闇でも余裕で作業できると思います。でも本当にですね、これここがなと思う点を挙げるのが至難の技なんですけど、あえて言うとここがですね、取り外す時は上に上げればこうできるのはいいんですけど、これ他社メーカーでカチッとこうただ押し込めば入るっていうやつがあるんですよね。ただこれはですね、入れる時も一応こう上に上げないといけないんで、まあ、そこぐらいですかね。はい、ここが入れる時カチッと入れられればいいかなと思ったんですけど、本当に今回使ってみてここかなと思ったのは本当そんなところですね。このスピードを切り替えるものがないんですけど、このトリガーですごいなんか微調整できるんで、ちょっとやってみますか。ちょっとこれバッテリーこっち終わっちゃったんで、これつけます。ここからまあこんな感じで、スピードコントロールはこのトリガーでできるので、この切り替えないのもそんな気にならなかったですね。そういうのがないがゆえになんかシンプルで壊れづらそうな、まあそういった印象を受けますね。でもって次このバッテリーがですね、いやこれは本当にすごいと思う。もうやってみて分かったんですけど、やっぱりノーマルのよりもパワーが出ますね。パワーが出るってことはそれだけ早く作業できるんで、仕事も早く終わるっていうところで、これは本当にすごいと思います。このノーマルからハイアウトプット、これが 50% さらにパワーを引き出せるっていうところですごいなとは思ったんですけど、このハイアウトプットの12アンペアとこの 4G バッテリーの6アンペア、これが同じ容量ってもう意味がわからんというか、すごいテクノロジーだなと思います。何がこれいいかっていうと、 もちろん軽いから作業しやすいっていうのもあるんですけど、今後ですねちょっと出るかはわからないんですけど、12アンペアのハイアウトプットが多分一番大きいバッテリーなんだけど、あのチェンソーとかもそうなんですけど、それをはめられるまでの設計になってると言いますか、逆に言うとこれ以上大きいバッテリーはそういうチェンソーとかには多分入らないと思うんですけど、この大きさでこの 4G が出ればですね、6アンペアよりもさらに容量の大きいバッテリーがこう作り出せると思うんで、さらに長持ちすると言いますか、本当にこれはポテンシャルを秘めたバッテリーだなと思います。滑り止めとかもめちゃくちゃしっかりしてるし、長寿命らしいですこっちよりも。はい、ということで、もうこれはここかなと思った点はもうないですね。素晴らしい。この積層セル型バッテリーはですね、いろんなメーカーで今採用され始めてるバッテリーらしいです。日本のメーカーではまだ出してるところないっぽいんですけれど、おそらく日本のメーカーもこれに倣って追従してくる、そういった可能性は大いにあると思います。で今回これをこう装着して使ってみたんですけど、自分 36V 仕様のレシプロソも持ってるんだけど、それと同じぐらいというか、それよりもこれ下手したら使いやすいんじゃないかなっていう、それぐらいの使いやすさを覚えましたね。これまあ日本のメーカーもそうなんだけど、このレシプロソのパワーを上げたいって言った時に、この 18V シリーズじゃなくて、そのさっき言った 36V シリーズみたいな感じでバッテリーをそのまま変えて出しちゃうっていうメーカー結構あるじゃないですか。ただミルウォーキーはですね、今みたいにこの昔、これもうかなり前、数年前ぐらいからこれ出てるっぽいんですけど、前はこれ使ってたけど、バッテリーを買い替えればあの同じレシプロ層であってもパワーが上がるって、これめちゃくちゃ嬉しくないですか。ユーザーとしてはもうこれ言うことないなと思ってて、その点はですね本当にこのメーカーすごいなと思います。現在世界第2位の電動工具メーカーだったかな確か、っていうのもあってやっぱり最先端を走り続けてると言いますか、さすが世界を牽引しているメーカーのこの電動工具がすごいなと今回感じました。さらにですね、このケースあるじゃないですか、この工具ケース、これ今回、このレシプロ層が入ってきた、このケースなんですけど、こうレシプロ層を入れるじゃないですか。これちょっとバッテリー外さなくても入ってほしかったなとは思うんですが、まあいいや、こう閉じて、例えばこっちにはグラインダーが入ってるとします。これがですね、このケース何がすごいって、こうしてこうロックするとですね、分かりますかね、こんな感じでスタックして持ち運べるんですよ。これめちゃくちゃ良くないですか。ここがこうロック仕様になってて、現場に到着したらこれをこう外してこう分離して、まあ、こう持ってったりとかですね、これもすごいよく考えられてますよね。下手したら他のメーカーだとあの別売りだったりとかもするんですけど、
ミルウォーキーの製品はですね、だいたいこの箱がついてくるので、この箱をこうスタックして持ち運びやすくなるっていう、これもいいなと思いました。全体的にここかなと思うところではあるんだけど、このちょっと高いんですよね、工具自体が。ただこれはですね、まあアメリカの企業っていうのもあって、しかも今円安じゃないですか、そういったのも関係して、工具自体はちょっと高いのはこれはまあしょうがないかなと思うんですけれども、そんぐらいですかね、ここかなと思った点は。はい、また解体現場でこういった作業をしている方、本当にこれおすすめです。こんなコンパクトなバッテリーでもこれぐらいの作業はこなせちゃうんで、こういったものを気になっている方はぜひこれ検討してみてはいかがでしょうか。ということで、今回はミルウォーキーの M18 レシプロ走と新型の 4G バッテリーを試してみたっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。